山都町、東山都町、東山都町とは、山口県下関市にある地名である。便宜上、西隣の山都町についても一部触れる。西側の山都町ともども、下関本土と彦島を隔てる、古門海峡の北岸に、彦島に向かって造成された埋め立て地であり、下関港の一角をなす。主に港湾関係の倉庫やオフィス、 水産物の加工工場などが立ち並ぶ。彦島と大和町との間は、関彦橋により結ばれている。下関駅は、関門連絡線との接続の関係上、もともとは細江町にあったが、1942年の関門鉄道トンネル開通時に、トンネル、本州側の区間が、大和町、東大和町を縦断するルートで設けられ、 東山都庁の北側に駅が移転している。なお、東山都庁一帯には、下関駅移転前の1934年には、貨物ヤードが設けられており、さらにそこから、下関漁港付近に貨物船が伸びている。下関駅移転前には、下関港駅と称していた独立した駅であった。現在も、コンテナ貨物を扱う下関貨物駅のセクションは、 東山都庁に置かれている。かつては、下関駅前と彦島口の間を、採用電気軌道による路面電車が運行されていたが、1969年に廃止となっている。公共施設、観光庁商業施設、娯楽施設、企業、工場その他、ありがとうございます。